さあ体型縦一列がここで崩れました。まずは近畿勢がゆっくりと上昇開始、4コーナーからホームストレッチ。さあ青番周回から赤番周回に入るところ、関東勢早めに車を下げました。さあここで7番の斉藤先頭に代わって、ここで中部勢縦に踏んでいきました。2番の奥手が先頭に代わる、送り出して7番の斉藤が3番手、一方3番の大畑が5番手となりました。さあ後ろを振り返りつつ徐々にペースアップ、2番の奥手亮、そして3番手は車間を切って7番の斉藤。さあ斉藤がこの辺りはうまく3番手を確保いたしました。一方3番の大畑が後手に回る展開。後ろを振り返りつつ2番の奥手がペースに入れていくか、追走が1番の渡辺、中部勢が主導権を握っていって3番手確保が7番の斉藤、そして5番手、ここで3番の大畑がまくっていきました。最終の 1,2 コーナー中間地点、外を通って3番の大畑、3番手まで上がってくる。2番手は車間を切って1番の渡辺、逃げる2番の奥出亮、迫っていって3番の大畑なんですが、ここは止めていって1番の渡辺、あとは切り替えていくか。4番の小室、内側7番の斉藤で4コーナーは回ってくる。先頭が2番の奥出、奥出先頭で踏ん張ったか、外は1番の渡辺健。